テレビで放送したアニメの中で一番売れた DVD ブルーレイディスクランキングを見ていきたいと思います。テレビで放送したやつってことは劇場版のアニメとか除外な。そうですね、主に第1巻の売上本数比較になりますが、先輩は何が一番売れたと思いますか？なんかでエヴァが1位って見たことあるけど。素晴らしいですね。確かにエヴァは一時期トップでした。ってことは塗り替えた作品がある。その通りです。まあその売り方もどうなんだという賛否両論ありますけど、そのあたりも少し解説したいと思います。それではまず第10位からいきましょう。64,981枚売れたと言われているマクロスフロンティアが第10位です。マクロスフロンティアって意外と売れてたんやな。出荷数自体も10万枚に到達。しかもこの頃はまだ DVD が主流でブルーレイディスクを買う人が少なかった年代でしたが、マクロスフロンティアはその中でもブルーレイディスクが買う人が多かった作品と言われています。フロンティアってもう10年以上前やろ。2008年ですね。2008年頃ってまだブルーレイディスクを買う人は主流じゃなかったんやな。そうみたいですね。あと NHK のアンケートによりますと、マクロスプラスやマクロスセブンが男性ファンの比率が高いのに比べ、マクロスフロンティアは女性ファンも多い作品です。このあたりも本数を伸ばせた要因でしょう。ちなみにデルタさんはブルーレイと DVD の売り上げ本数、デルタはですね、第1巻が 13,495枚売れたそうですね。やはりフロンティアとのパワー差は出てるな。歌はめちゃくちゃいいねんけどな、ストーリーの方があれなんよな。デルタファンの方に怒られますよ。さて次は第9位いきましょう。68,732枚を売り上げた機動戦士ガンダムシードデスティニーです。マジっすか。鈴村社長とマーヤちゃんまあまあ売れたんやな。せめてキャラ名で言ってもらえますか。でもシンとルダマイヤが結婚するとはテレビ見てるときは思わんかったよ。知ったときはめちゃくちゃテンション上がったわ。そうなんですね。まあちょっと作品の話に戻りましょう。DVD、ブルーレイディスクは非常に売れた作品ではありますが、劇場版を含めたガンダム作品の中では人気ランキング14位と意外と低いんですよね。それ結構低いな。1位は何なん？上から機動戦士ガンダム、機動戦士ゼータガンダム、機動戦士ガンダムシードとなっています。やっぱりファーストの人気は強いな。ガンダムシードも他の作品に比べ女性ファン比率が高い傾向にあります。シードデスティニーは男女比率出てませんが、おそらく同じぐらい人気があると思われます。これはやはりね、西川2期の影響が強いと思いますね。そんなデータはどこにもないんですが。それでは第8位です。ユーリオンアイス、売上本数 76,559枚がランクインしました。これめちゃくちゃ面白いらしいな。なんか女性向けっぽくて見てないねんけど、 SNS を巡ってみると先輩みたいな意見を持ってる方が多かったですね。確かに女性ファンが多いのは事実なんですが、女性向けっぽいからという理由でユーリオンアイスを見てない人は人生損してるレベルとおっしゃる男性ファンもいらっしゃるぐらいです。そんなに面白いんやな。まあ円盤が売れてるってことはそういうことか。小田のうなりさんをはじめとした日本のプロスケーターたちもユーリオンアイスには高い評価をしています。あの有名なプルシェンコ選手もユーリオンアイスを見てたとか。ってことはスケートアニメとしての完成度も高いってことか。どうでもいいけどプルシェンコっていつ見てもキスマイの宮田よな。いやまあ確かに似てますけど。それでは第7位の発表です。魔法少女マドカマギカが 89枚で第7位に入りました。ワンクールに込められたストーリーの重厚感、豪華声優陣、クラリス・カラフィナの神曲の数々、そしてワルプルギスの回転が楽しみすぎるという点でもマドマギのランクインは妥当だと思います。ワルプルギスの回転は円盤の売り上げにあまり関係ない気もしますが、多くを説明しないことで考察する楽しさもあるっていうのがこれまた魅力なんですよね。 YouTube で考察動画やチャンネルが乱立する作品ですもんね。このあたりからもコンテンツの数字があるということが伺えますね。それでは第6位の作品はこちら、82,803枚を売り上げた化け物語です。シャフト制作アニメが2連続か。儲かってまんな。アニメ化されているのは化け物語から続終わり物語まで、話数は合計100話です。100話、そんなんあったっけ。週1で放送しても完結するまで2年かかるな。さらに劇場版の傷物語が3部作、アニメ化されている物語シリーズを全て見ようと思うと45時間かかるそうです。2日で見切れるんやな。いけるな。いや無理でしょ。さすがに寝ないで2日ぶっ通しで物語シリーズ制覇は頭悪いと思います。僕も好きな作品ではあるんですが、まあちょっと45時間はハードル高いですよね。でも普通に面白いからそれだけの時間かける価値はあると思うけど。面白いのは同意です。隙間時間に作品を楽しむという意味では僕は小説の方をおすすめしたいですね。世の中には合計2クール超えてくるとハードル高いって方もいますから。それでは前半戦を終えましたので、ここからは後半戦です。いよいよ上位5つか。エヴァは確定やとしてあとは何が入ってるんやろ。まず第5位はこちら、
83,683 売り上げた進撃の巨人です。進撃の巨人って円盤も売れてたんや。第1期の第1巻の売り上げですね。ちなみに進撃の巨人の2期の第1巻は7992枚しか売れなかったそうです。少な、それどう考えても減りすぎでは。売れなかった理由としては、1期の1巻の発売が2013年4月17日、2期の1巻の発売が2017年6月21日、約4年も間が空いてしまったためファンの熱が冷めてしまった。こちらが大きな理由と言われています。なるほどな。鉄は熱いうちに打てじゃないけど、短いスパンで畳みかけないとあかんか。そういうことですね。あとは進撃の巨人っていう作品の性質上、謎が分かっていくことが快感で、単行本を読み始めたらアニメは見なくなった、そういう方も多いみたいですね。それでも進撃の巨人の第1巻が8万枚以上売れたのはすごいことですが、それでは第4位を発表しましょう。おそ松さん、売上枚数114,548枚です。出ましたね。アニメ第1話マジでヤバかった。案の定がっつり配信停止食らってたけど。そんなにひどかったんですね。円盤でも幻の第1話は収録されていないようで、今では Amazon で本体価格1円、送料350円で買うことができます。1円はヤバい。それでは第3位の発表です。売上枚数116,892枚、ラブライブセカンドシーズンです。きたー、ありがとうございます。何のありがとうございますですか。先輩はいわゆるラブライバーでしたけど、やはりラブライブは面白いですか。もう最高ですね。一期の終わりはチュンチュンに多少ハッてなったけど、二期から劇場版までで盛り返してきましたね。何より劇場版のブルーレイを買って応募券1枚でファイナルラブライブに行けた。これは俺の人生の中でも素晴らしく強運だった瞬間ですね。人生の運使っちゃったんですね。ナンジョルノが膝に怪我してるのにライブパフォーマンスをしてくれた。そんな姿も目頭が熱くなりましたね。なるほど。ライブの話ばっかりしてますけど、これアニメの円盤の話ですから、アニメの方の話をしてほしいですね。そうやな。じゃあ何から話す？まずは推しの話から、それとも一番の神曲はどれかって話、それか紅白歌合戦の西川2期の話からするか。また西川さんですか。っていうか話が長くなりそうですから、ラブライブの話はまた別の機会に。それでは第2位の発表です。新世紀エヴァンゲリオン、売上枚数177,234枚です。前まで1位やったエヴァが今は2位になってると。で、現時点での1位は何なん。1位はこちら、ウマ娘プリティダービー第2期です。ウマ娘がエヴァを超えて1位な。そうなんですよ。まあこれについては近年のアニメ業界の闇とでも言うのでしょうか、この売り上げに対しては賛否両論ありますね。どういうこと。まず売り上げた枚数は 184,803 枚、円盤の枚数自体はエヴァよりも7000枚ほど多く売れています。それは確かにすごい。作品ももちろん面白いと言われているんですが、アプリのアイテムをつけた特典商法によって販売本数を大きく伸ばしただけ、作品の面白さだけで勝負してない円盤を売り上げ1位だと手放しで喜んでいいのか、そういうお声をかなりあります。よくある特典商法ってやつですね。おっしゃる通りです。ウマ娘は今年4月の売り上げで日本のみの配信だったにもかかわらず世界3位に食い込んだ記録を持っています。日本だけで世界3位って、日本人どんだけ金使ってるね。アニメも完成度が高く人気だったのは間違いないんですが、アニメは見てないけどアプリはやってる、そういう人も割といるようです。そこに来て円盤の特典がこちら、限定サポートカードと女神像500個、そして夢のきらめき12個、アプリで使用できる貴重なアイテムを円盤特典としてぶち込んだ。特典商法自体はウマ娘以前から円盤ではよく使われる商法なんですが、その悪どい商法が円盤の売り上げ歴史を書き換える要因になってしまった。そんな背景もありまして、この1位どうなん的な意見が結構出ている状況です。なるほどな。まあ純粋に作品の面白さで円盤売れてるのとはちょっとニュアンスが変わってくるもんな。そうなんですよ。一応イベントの応募券も入ってるんですが、特典を抜かれた後の円盤がメルカリで大量に出品される、そういう事態を招いています。なんか AKB の CD を思い出すわ。ありましたね、握手券の目的で大量にシングルが不法投棄される事件。AKB のシングルは中古屋に持って行っても1円も値段つかなかったそうですね。話はそれましたが、2018年に出たウマ娘の1期の円盤の方は初動で 15,596 枚売れたらしくて、この頃ってアプリはまだ出てませんし、その年の中でも円盤は一番売れていました。なので作品自体の面白さで円盤を買ったという人もいると思います。そうなんや。俺ウマ娘見たことないねんけど、アニメも面白いんやな。あと補足しておきますと、ウマ箱2第1コーナーの定価は9,790円、その特典でついてくるアプリのアイテムは1万円程度では到底手に入らないものである。決して搾取しようとしたわけではなく、アプリユーザーにとっても有益だった、そういう背景もあるみたいです。まあビジネスなんでね。
形のないアプリのアイテム配って9790円がガンガン売れるなら企業としてはやらない手はないと僕は思うタイプですが、まあ確かに特典商法っていうのは全員から称賛されるものじゃないかもしれん。でも結論はシンプルよ。たとえそれが100万だろうが1000円だろうが、金払った人間が幸せやと思うんやったらオールオッケーやん。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。以上、テレビアニメ円盤ランキングでした。先輩はこのランキングを見て何か感想とかありますか？そうやな、まあ最近はサブスクが普通なわけやん。もはや円盤ってコレクターズアイテムとか言われてるのが今のご時世なわけで、今後この記録が塗り替えられることってほぼないんかなって思うかな。なるほど。こちらのグラフは Twitter から引用させていただいたものなんですが、確かに円盤の売り上げは下がってます。しかしこれは前までは多少売れていた仮想のアニメの円盤がほぼ売れなくなった、これが大きな要因だと言われています。人気の作品の円盤が売れなくなったかというと別にそうではないという見方をされていますね。そうな。ってことは今後のアニメもこのランキングに食い込んでくる可能性はあるってこと？なくはないと思います。まあでも今後の日本のアニメってどうなっていくんやろな。中国が進出してきてるっていうし、昔に比べたら本数増えまくってるけど、めちゃくちゃ面白いアニメは大して増えてないっていうのも若干感じるかな。ああ、それね、どっかでそう感じる原因書かれてましたよ。なんて書いてあった？今流行ってるものが面白くないと感じる、それ価値観が凝り固まって老害化してるだけらしいです。なんなんですかこのパート。いや、動画も終わったしおやつタイムにしようぜ。珍しいですね、先輩がお菓子持ってきてくれるなんて。今日のお菓子はこちらです。三河餅。いや、絶対やりたかっただけでしょ。だって今回の動画で2回も2期の話させていただいたんやで。そら2期と滋賀県に貢献しないとバチ当たると思うね。いや、気持ちはわかりますけど、これ動画回しながら食べるんですか？食レポとか絶対無理でしょ。任せろ、難しいことを考えなくていい、面白いことも言わなくていい、ただ感じたことをそのまま伝える、これが俺流ですわ。要は適当ってことですね。まずこれが白。白ってことは普通か。そうなんでしょうね。これは金ごまって書いてあるな。金ごま美味しそうですね。これは何？ほう？な？なんて読む？多分よもぎだと思いますけど。はい、これが中身ですね。餅だけじゃなくてステッカーとかもあるんですね。人気です。はい、わかりました。じゃあ食べます。いいですね、早く食べて終わりましょう。あー、どうですか、美味しいですか？ミーティアって感じ。意味がわかりません。次は金ごまいきましょうか。これ美味しそうですね。あとで一ついただきます。食え食え。俺和菓子あまり好きちゃうから、あとは全部やるわ。なんで買ったんですか？はい、ミーティです。西川さんはわかりました。いただきます。あ、餅の柔らかさがさっきと違う。本当ですか？金ごまの方が硬いんですか？金ごまの方が弾力ある。白の方はもっちもちやったもん。これを一言で表すと、アビングドンボーイズスクールかな。意味がわかりません。食レポ絶望的に下手すぎるでしょ。視聴者さんに一切伝わってませんし、なんなら隣にいる僕ですら意味不明です。じゃあラスト方いきますか。よもぎですけどね。いただきます。おー、これは結構柔らかい。へえ、よもぎの香りはしますか？ほんのり香る感じかな。これも美味しいわ。さすが和菓子屋さんとのコラボ商品ですね。味もしっかりしてるとは。あ、どうされました？聞こえてきますね。何がですか？このよもぎの味はすなわち革命。